登山計画。1972年3月、静岡の山岳会に所属する2つのパーティーは、19日から雪上訓練を行うため、静岡県と山梨県にまたがる富士山への登山を計画しました。両パーティーはどちらも御殿場登山口から入山し、1つ目のパーティーは旧4号目からほど近い宝永噴火口まで移動。2つ目のパーティーは二手に分かれて、片方は山頂へ。 もう片方は旧5号目へ向かいます。下山の際は来た道をそのまま戻る予定でした。山頂まで向かうとコースタイムは8時間、走行す距離は9キロ、それ以外の登山者も約4から5キロ、時間にして約3から4時間とかなり大規模な登山です。登山者のプロフィール。この日は7つのパーティーと4人の単独登山者の 計55名が富士山にししていましたその中でも今回スポットを当てるのは静岡頂山岳会と清水勤労者山岳会です。静岡頂山岳会は経験豊富な登山家9名からなりリーダーは赤井さんでした。一方清水勤労者山岳会は総勢18名で富士山に足を踏み入れています。彼らは経験豊富なため山頂付近で訓練を行う7名と 比較的経験が浅いため、危険の少ない旧5合目付近で訓練を行う11名の2つのグループに分かれました。今回は青木さんがリーダーを務める校舎の11名に注目して解説していきます。また今回はあくまでも訓練だったこともあり、どちらのパーティーも比較的リラックスした状態で挑みました。そして19日の早朝、両チームは 予定通り五点場ルートへ足を踏み入れます。まさかそれがこれから始まる絶望への第一歩だったとは、この時は誰も予想できませんでした。雪上訓練。今回の登山の目的は、雪上訓練を行うことです。雪上訓練とは、その名の通り、雪上での活動を想定した訓練で、例えば、人の少ないルートを進む時に、ラッセルをしながら歩く方法や、 手袋をはめた状態で、アイゼンを素早く、かつ緩みなく装着する練習など、登山中だけではなく、準備段階や緊急時の対応なども学ぶことができました。特に静岡頂山岳会は、後に世界最高峰の山であるエベレストをはじめとしたヒマラヤ山脈への遠征を視野に入れていたため、経験を積むために、富士山での雪上訓練を行ったというわけです。しかしか あくまで練習とはいえ、場所は日本で最も高い山。赤井さんは万が一のことがないように、入念な情報収集を行いました。特にこの時代は、周囲の天候をリアルタイムで知る方法が少なかったため、ラジオで明日以降の天気を聞き、その情報を整理することで、自分の力だけで天気図を完成させます。それをもとに、富士山周辺の天気が安定している日を割り出し、 晴天と予想される3月19日から富士登山を行うことに決定しました。また同時に今回の登山では御殿場ルートを通ることも決めます。このルートは富士山にある4つの登山道の中で最も長く、その距離は最短である富士宮ルートの約2倍となっていました。そのため単純に距離が長い分難易度が高い道とされていますが、なだらかに登っていくため、 標高が急激に高くなることがなく、高山病の心配が最も少ないルートでもあります。加えて難易度が高い分、登山者が少ない登山道でしたので、富士山の自然を人目を気にせず楽しめるコースでした。そして迎えた登山当日、赤井さんの予想は的中し、その日の天候は雲一つない晴天です。静岡頂山岳会は早朝から入山。 それとほぼ同時刻に、清水勤労者山岳会も登山を開始しました。それから約3時間、無事に目的地の宝永噴火口近くまで到着した赤井さんたちは、午後になる前から雪上訓練を始めます。そうして数時間にわたり、様々な練習を行っていると、辺りの様子が一変しました。水浸し。時刻が午後に差し掛かった頃、快晴だった空に分厚い雲がかかり、 しばらくすす。ると雨が降り始めます最初は小ぶりだったため、彼らはさほど気にしていませんでしたが、時間が経つにつれ、雨粒が大きくなり、勢いも徐々に増していきました。それに加え、強風が吹き始め、辺りに濃い霧も発生。午前中の天気が嘘のように、大荒れの空模様に変わります。赤井さんたちは予定より早く訓練を切り上げ、リバークするためにテントを設営しました。 一同はその中で天候が回復するのを待っていましたが、雨は一向に収まる気配がなく、むしろ徐々に強まっていきます。赤井さんは今日の間は訓練を再開できないだろうと考え、早めに食事をとり、就寝することにしました。メンバーたちは持ってきた携帯食料を食べると、すぐに寝袋を用意します。しかし、全員が寝袋に入る頃には、天候はより悪化していました。 雨はみぞれに変わり、風もさらに勢いを増します。それに加えて、降水量が増えたことで、アクシデントが発生しました。まずい、雨水がテントの中にまで入ってきてしまった。彼らの周囲が岩場で、水はけが悪かったということもあり、大量の雨水がテントの内部まで流れ込んでしまったのです。その結果、一同が使っている寝袋までもが水浸しになり、雪が混じった冷たい水が、 彼らの周りを包み込みました。最悪のシナリオ。翌日20日、一同は寒さのあまり寝つけず、目を覚まします。全員が起きたのは午前3時頃、まだ外は暗いままでした。赤井さんは、このままテントの中で天気が安定するまで待機して、雨が止み次第、雪道訓練を再開するか、それとも天候の回復を待たず下山するか、メンバーたちと相談します。 するとそのうちの一人がこう発言しました。ここから登山口までは好天の中でも2時間程度で到着します。これ以上天気が悪くなる前に下山するべきです。赤井さんはそれを聞き、改めてどうするべきか考えます。その結果、この発言をしたメンバーは富士登山経験が豊富であり、今の発言にも説得力があるということや、 あらかじめ用意しておいた天気図では、少なくとも正午になる頃までは、天候が今より悪化することはない、と分かっていること。逆に言えば、それ以降は天気がどうなるかは、天気図を用いても予想することが難しかったため、次にいつ下山できるかわからないということ。これらを踏まえて下山を決定しました。そしてそれから約4時間が経過した、午前7時30分頃。 ようやく日が昇り、明るくなったため、一同は下山を開始します。天候は相変わらず大荒れで、雨もいつの間にか雪に変わっていました。それだけでなく、この日、日本海側で低気圧が発達していたことから、富士山の四合目付近に、強烈な春一番が吹き込みます。その風速は、毎秒40から50メートル。これは台風の暴風域並みの強さで、立っているのも困難なほどでした。 さらにそこに加え、昨夜あまり眠れなかったことによる寝不足と、朝食を食べられなかったことによる判断力の低下も災いし、メンバーたちはあまり体調が優れません。そんな状況の中、最初の悲劇が起きてしまいました。脱落していくメンバー。下山開始から20分が経過した頃、メンバーの一人がこうつぶやきます。もう、ダメだ。 次の瞬間彼はバタリと雪の中に倒れてしまいました。すぐに他のメンバーが声をかけますが、その呼びかけに応じることはなく、真っ青な顔のままガクガクと小刻みに震えています。彼はどうやら低体温症を発症してしまったようでした。赤井さんたちは防寒対策こそしっかりと行っていましたが、雨への対策を怠っており、それにより体が濡れてしまったため、体温を奪われ、 低体温症に陥ってしまったようです。さらにこの時の気温は約0度。倒れたメンバーの服は水を吸ってしまっただけでなく、周囲の気温によってその一部が凍ってしまっていました。それに加え、前述した強風により、さらに体温は下げられていたため、この時の体感温度はマイナス40度を下回っていたとも言われています。赤井さんは倒れたメンバーをどうにか連れて行こうと考えますが、 動けない彼を連れていくことで他のメンバーの体力が奪われれば低体温症の被害者がもっと増えてしまうかもしれないと考え歯を食いしばりながら彼をその場に置いていく決断を下しました。こうして残り8人になった静岡いただき山岳会は依然として登山口を目指します。しかしその道中で一人また一人とメンバーが倒れていきます。そしてそのメンバーたちも 赤井さんたちは連れて行かず、吹雪の中に置いていくことしかできませんでした。こうして最終的に残ったのは赤井さん含む二人のみ。彼らは何とか無事に下山すると、すぐに警察に駆け込み、富士山の御殿場ルートで遭難事故が起きました。メンバーが7人、雪山の中で動けなくなっています。と救助を頼みます。それを受けた静岡県警は、すぐに動き始めました。仕事と命。 時間は少し遡り、20日の深夜未明、旧5合目付近でテント泊をしていた、清水勤労者山岳会の11名は、みぞれまじりの吹雪により、テントが埋まりそうになっていると気づきます。青木さんはもう一人のメンバーと共に、夜通し除雪作業を行いますが、その間にも吹雪は勢いを増し、気づいた頃には、彼らが取り除く雪の量より、降り積もる雪の量の方が多くなっていました。 これでは拉致が開かないと考えた一同は、除雪作業を止め、近くの山小屋まで避難します。そこには静岡からの単独登山者一名が、ガスストーブで暖をとっていました。こうして山小屋に転がり込んだ青木さんたちでしたが、そこは、あまり立派な場所ではなく、暖房設備も最低限だったほか、窓も破損しており、外から雪が吹き込んできます。一同は単独登山者と共に、ストーブで温まろうとしますが、 その燃料もほとんど底をついており、寒さを紛らわすことはできませんでした。そんな中、メンバーの一人が青木さんに語りかけます。あの、私たち、今日中に下山できますか明日は外せない仕事があるんです。どうにかなりませんかね。実はこの日は連休の最終日で、翌日の仕事を控えたメンバー数名が焦りを感じ始めました。青木さんは外の様子を見ますが、 まだ吹雪は収まっておらず、今から下山するのはあまりにも危険な状況です。しかしそれを説明しても、彼らの焦りは止まりません。メンバーたちとの相談の結果、しばらくの間は山小屋で待機しつつ、吹雪が弱まったタイミングを見計らって、下山を決行することにします。そして数時間待っていると、ついにその瞬間が訪れました。 こうして清水勤労者山岳会と彼らに同行することになった単独登山者の計12名は、麓を目指して山小屋を出発します。なだれ一堂が小屋を出るとそこは、濃霧と吹雪に覆われた世界でした。視界のすべてが白で埋め尽くされており、1メートル後ろにある山小屋すら見えません。彼らはそんな絶望的な状況の中、登山道を下っていきます。しかし、 出発から1時間半が経過した時、メンバーの一人が倒れてしまいました。青木さんたちが声をかけますが、応答せず、体を震わせています。一同はそのメンバーを置いていくことも考えましたが、見捨てることはできない、と彼を寝袋の中に入れて、それにロープをくくりつけ、引きずるように下山することにしました。ですがこれにより、まだ意識のあるメンバーたちも体力を奪われます。その影響から、 旧四号目に差し掛かったあたりで、他のメンバーたちも続々と意識を失ってしまいました。最終的に残ったのは、12人中、青木さんを含む5名だけ。彼らは話し合った結果、意識のない7人を連れての下山は不可能だと判断し、苦渋の決断でしたが、彼らをその場に置き去りにします。こうして下山を続行した一同でしたが、しばらく歩いていると、今度は5人のうち、 二人がノームと吹雪の影響で、青木さんたちとはぐれてしまいました。彼らは二人を待った方がいいのではとも考えましたが、この天気の中、とどまることは危険だと判断して、三人だけで下山を目指すことにします。そんな中、旧二号目に差し掛かったあたりで、メンバーの一人がこう言いました。もう、限界です。どこかで休憩させてくれませんか。青木さんはそれを受け、 すぐに近くにテントを設営。三人はその中で仮眠を取ることにします。しかし、悲劇は起きてしまいました。寒さのあまり寝つけず、寝袋の中で考え事をしていた青木さんの耳に、耳の奥まで響くような轟音が聞こえます。そして次の瞬間、大量の雪がテントを押しつぶすように流れ込み、瞬く間に彼の目の前は雪に覆われてしまいました。このとき三人を襲ったのは、 スラッシュなだれと呼ばれるもので、雨の影響で雨水を吸ったり、一部溶けたりした雪が水分を大量に含んだ状態で周囲の土砂を巻き込みながらなだれとなる現象です。それが二度に分かれて彼らの元に流れ込みました。幸い早い段階で異変に気づくことができた彼は無事になだれの中から脱出します。しかし残りの二人は雪の中から出てきませんでした。 青木さんはあまりの理不尽に、形容し難い悔しさを覚えますが、急げば彼らはまだ助かるかもしれないと、一人で下山を続けます。歴史的な大惨事。彼はその後、無事に登山口までたどり着くことに成功し、すぐに警察に駆け込み、状況を説明しました。この頃、警察はすでに赤井さんからの通報を受けた後だったため、青木さんの件と合わせて、 一つの大規模な遭難事故とします。そして翌日21日、静岡県警からの要請を受け、それぞれのパーティーが所属する二つの山岳会と、御殿場消防署、御殿場市役所の計4団体が連携して、総勢150名にも上る救助隊が結成されました。さらに陸上自衛隊富士学校からも、レンジャー部隊など100名が派遣、救助活動中、 濃霧や激しい天候の変化に見舞われながらも、静岡頂山岳会の7名と、清水勤労者山岳会の8名、そして彼らとは別に富士山に入山していた、単独登山者3名を発見します。しかし彼らは発見された時点で、息を引き取っていました。死因は闘志、もしくは衰弱死と考えられています。他にも清水勤労者山岳会のメンバー3人と、 単独登山者2名が行方不明のままでしたが、後に彼らは、なだれ災害データベースにて、なだれ埋没死亡者と認定されました。こうして今回の事故では、死者18名、行方不明者6名という、富士山史上最悪の遭難事故となります。しかし一方で、同日に富士山に入山していながら、遭難することなく、無事に下山することができた人たちもいました。例えば、 清水勤労者山岳会のうち山頂に向かっていた経験者7名は19日から20日の間8合目の山小屋で待機しその後21日に下山していますその他の登山者たちも吹雪が止むまで待機したことで無事に生還しましたこのことから今回多くの遭難者を出してしまった両チームは悪天候の中下山を急いでしまったことが事故の原因となったと言えるでしょう 登山における死因のうちトップ3に入るのは転落などの外傷、高山病などから引き起こされる心臓突然死、そして低体温症や雪崩埋没などの寒冷障害です。特に低体温症は十分な装備を用意しておかなければ命を落とさなかったとしても脳に後遺症が残ってしまいます。低体温症を回避することは登山において必須です。具体的な対策としては 防寒対策を万全にすることの他に、ウェアを濡らさないことも含まれます。今回の事故でも防寒対策は十分でしたが、雨対策ができていなかったため、体が濡れてしまい、体温低下につながりました。最近ではゴアテックス素材の防寒着が多くの登山家に人気です。この素材は、撥水性が高く、かつ濡れにくくなっているため、生地の表面が水を含んだり、 服と肌の間に結露が発生することで、ウェアが濡れ、体温が奪われるような心配がほとんどありません。登山用の装備を選ぶ際は、ぜひ参考にしてみてください。今回の事故では、吹雪の中、下山を強行してしまったことで、今でも人々の記憶に残る壮絶な事故につながってしまいました。もう二度と同じことを起こさないためにも、悪天候の際は、冷静な判断を心がけ、 自分の身を守れるよううにしましまょう最後に、今回の事故で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。